はい、どうもこんばんは。皆さん、白箱って知ってますか？まあ僕は初めて聞いたんですけど、白箱。モンスター倒すと盾や防具を落とし、モンスター強さに応じて落としやすかったり落としづらかったりするそうです。不思議ですよね。そこである大箱がこの白箱を取りに魔界に行ったそうなんです。魔界のとある場所、大箱はお供を連れて砂利道を歩いていたんですが、なんと道に迷ってしまったんです。怖いですよね。すると遠くでポヨポヨする音がしていたんです。その音の方を見てみると、なんとスライムナイトキョウがいたんです。怖くないですか？とりあえずオガコは興味本位でスライムナイトに当たってみたんです。するとスライムナイトはたくさんの仲間を連れてやってきたんです。お友達はこの強いスライムナイトにみんなやられてしまいました。もちろんこのオガコもやられてしまうんです。怖いですよね。そこでとあるオガコは先ほどの反省点を踏まえて、紹介人ルッコだからレベルの高い魔剣士を借りることにしたんです。もちろんコリアンダー、柿の種、エビフライとは別のキャラクターです。そしてあのオガコはまた魔界に来ることになったんです。今度はとても強い用心棒を連れて来ることになりました。そしてまた道に迷いスライムナイトに出会ったんです。そしてスライムナイトに当たって白箱をゲットすることができるのかまだちょっとわかんないですけど、まあ僕だったらできないですけどね。そして埋め尽くすことができるのかどうかも、まあ僕だったら無理ですけど。さあ今度はやっぱ先ほどと違って全然普通に倒せますよね。これすごくないですか？僕だったらすごいと思いますけどね。そして気がつくと、なんと用心棒たちがいなくなっており、なんと周りが暗くなっていることに気がついたんです。すごいですよね。これって倒れたっていうことですよね。この後誰も助けに来なかった場合、彼は、そう、彼女は一人ぼっちでここでいなくなることになるんです。だけどその時彼女の周りに一筋の光が現れたんです。すごいですよね。つうか光ってなんだよ。光に吸い込まれ彼女が目を覚ました時、彼女はツボ錬金ギルドにいたんです。これって運命的じゃないですか？まあ、僕だったら絶対ツボ錬金ギルドは行かないですけどね。そこで彼女はふと思い出したかのようにこちらのご神体を見つめていくんです。そしていきなり走り出して、どうするかと言ったら悪魔の錬金壺を使ってルフの盾に錬金し始めたんです。何するんですかね。これ実際僕だったら絶対錬金なんてやんないんですけど、このオガコはいきなり錬金をし始めたんです。そしてある行動をするんです。ここでこのオガコ、パルプンテプラスをひたすらつけまくるんです。一体どういうことですかね。でも実際このパルプンテっていうのは何が起こるかわかんない魔法らしいんですよ。実際どうなるんですかね。そしてこのオガコ、パルプンテをつけ終わった後にスタートボタンを押すんです。ボタンってこの世界に概念あるんですかね。そしてスタートしていくんです。これ青いのと黄色いのがあるんですけど、パルプンテっていうのが多分紫だと思うんです。さあそしてあの矢印が止まっていきます。どうなるんですかね。そしてハテナが出るんです。ここで盾ガード率 1.4% の効果で埋め尽くされるんです。怖いですよね。僕だったら怖くてできないですけどね。いかがでした？実際に、まあ最初はだいぶやられちゃいましたけど、やっぱり紹介人から魔剣士終わりの HP 回復がついてるとだいぶ楽になりますよね。僧侶いらないんですよ。嬉しくないですか？僕だったら嬉しいけど。でも起きた時にツボ錬金ギルドにいるのは怖いですね。
実際壺で埋め尽くされた時相当へこみますよ。どうもすいません。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。